画シナリオ入門。3日でわかる映画シナリオ。今日からできる脚本術。学校の図書室でも結構勉強になりそうな本見つかったな。参考書だけじゃなくて映画の台本とか脚本集も欲しかったけど、贅沢は言えないよね。草薙？あれ、青柳くん？それは映画のシナリオの参考書か。珍しいものを借りているな。あ、実はうちのクラス今度の芸術祭で映画を作ることになって、そのためのシナリオを作るのにいろいろ勉強しようと思って借りたんだ。そうだったのか。うん、できればシナリオ集も欲しかったんだけどね。実際の脚本を見てネタとか見せ方とか考えたかったから。なるほど、わかった。それじゃあ少しここで待っていてくれ。え、青柳くん？待たせてすまない。これならば草薙の要望を満たせると思う。映画100人の岡っ引き脚本、映画ヒラメの味覚脚本集、向かいのモロロシナリオ集。すごい、こんなにあるなんて。私は全然見つけられなかったのに。シナリオ集は参考書とは別の棚にあるから分かりにくかったんだろう。次の委員会で議題にあげてもいいかもしれないな。わざわざありがとう。私も一応図書委員になったのに自分で見つけられなくて恥ずかしいな。まだ入ったばかりだから仕方ないだろう。そのうち覚えられるから気にしなくていい。ありがとう。そういえば青柳くんのクラスは何をやるか決まったの？ああ、ダンスをやる予定だ。俺は秋山と一緒に衣装班になった。裁縫をやった経験はほとんどなかったが、クラスのみんなに教えてもらいながらなんとかやっている。そうだ、この間玉結びのコツを教えてもらったんだ。まだ習得するには至ってないが、きっとものにしてみせる。そうだったんだ。青柳くんも芸術祭の準備頑張って。あ、お互いいいものにできるといいな。うん、青柳くんが見つけてくれた本のおかげでお話の世界観は少しまとまってきたかも。問題は登場人物の設定と肝心の物語かな。主人公はなんとなく旅人がいいなって思うけど、アクションなら敵が必要だし、戦う理由とかもいるよね。アクションがメインのお話なんてあんまり考えたことがないから難しいな。それにみんなの要望もできるだけ取り込まなきゃいけないし、確かみんなが入れたいって言ってたのは感動できる話、本格的な SF の世界観、それから実家の宣伝って、これはさすがに入れられないか。他にもいっぱいあるけど全部は取り入れられないだろうし、ちゃんと考えて選んでいかないと。はあ、話を考えるのって難しいな。いつも司たちが作ってくれてるのに甘えちゃってたかも。やっぱり一人じゃ難しいか。ここで考えててもいいアイディア思い浮かびそうにないし、ちょっと世界で息抜きしようかな。
みんなは…あ、司くんとルイくんのクラスの劇、どんな風になるんだろう。楽しみだな。みんな、何の話してるの？あ、ねねちゃん、やっほー。今ね、ねねちゃんたちの学校でやる芸術祭の話をしてたんだ。司くんたちは演劇をやるのだって言ってたけど、ねねちゃんのクラスは何やるの？そっか、二人からもう聞いてたんだね。私のクラスは映画を作るんだ。ちょうどそのことでいろいろ悩んでて。あら、何かあったの？実は。へえ、ねねちゃん監督になったんだね。すごいな。監督っていろんなことをこれって決める人でしょ。みんなの意見をまとめて引っ張ってとってもかっこいいわね。うんうん、ねねちゃんはしっかりしてるからいい監督になれると思うな。どうかな、私あんまりうまくやれてなくて。この間も映画の企画会議があったんだけど。は？全然みんなをまとめられなくて、監督としてやっていけるのか不安になっちゃったんだ。そっか、大変だったんだね。まあ、今のクラスの人たちは私とは全然違うタイプだから仕方ないんだけどね。全然違うタイプ？今のクラスはすごく明るい人たちが多いの。それに積極的で、私とは正反対って感じなんだ。だから、ちょっと苦手っていうか、どうしても壁を感じちゃって。そうなんだ。でも、それって、どうしたらいいのかな？レン、どうかしたの？さっきのねねちゃんの言葉が気になって。気になる？うん。クラスのみんなのこと、正反対だから壁を感じるって言ったところ。僕はみんなのことを知らないけど、全然違うタイプだからって壁なんてあるのかな。どういうこと？だって司くんも M ちゃんもねねちゃんもルイくんもみんな同じタイプってわけじゃないでしょ。でもみんな仲良しだし壁なんてないよね。確かにそうかもしれないし、前に日の森さんからも似たようなこと言われたけど、司たちとは一緒にショーをやってたから。でも私とクラスのみんなには共通点なんてないし。僕もレンの言うことは一理あると思うな。カイトさん、ねねちゃんの言う通り、みんなには、ショーっていう共通点はあるけれど、そもそもねねちゃんは、司くんやエムちゃんと、どうして仲良くなれたんだい？どうして、なんだろう。一緒にショーをしてたら、いつの間にか。ふふ、そうよね。信頼とか、絆って。いつの間にか結ばれてたりするものよね。でも、ねねちゃんが二人と仲良くなった本当の理由は、一緒にショーをやったからじゃなくて、一緒の時間を過ごすうちに、二人のことを深く知れたからなんじゃないかって思うの。二人のことを？
確かに、初めて会った頃は、むちゃくちゃな人たちだなって思ってた。でも、その後二人が夢に向かって頑張ってることとか、いつも一生懸命なところとかが知れて、そうしていくうちに、だんだん壁がなくなっていった気がする。きっとそれは、クラスメイトのみんなも同じなんじゃないかな。え？うーん。きっとクラスのみんなも、司くんたちと同じで、いろんな思いを持ってるはずだよ。夢のこととか、大好きなこととか、悩んでることとかもあるかもしれないけど、そういう、いろんな気持ちがあって、そんなみんなのことをもっと知れたら、だんだん壁もなくなってくるんじゃないかな。そうかもね。ありがとう、みんな。どうすればいいのか、少しだけ分かった気がする。あ、それと、もう一つ、相談してもいい？どうしたの？実は、映画の脚本も私が書くことになってるんだけど、あんまりいいものが思い浮かばなくて、悩んでたんだ。このノートに今考えてる内容とクラスメイトの案で入れたい要素をまとめてるんだ。それでもっといいものが作れるようにみんなの力も貸してもらえないかな。もちろん。そのノート見せて見せて。へえ、すごくたくさん案が出てるんだね。それに、アクションをやるってことは決まってるんだ。え？アクション？それなら。やっぱり、強くてかっこいい主人公がいいな。苦しんでる人を守るために、一生懸命戦って、どんなに手ごわい相手でも、絶対に諦めない主人公。そういうのって、やっぱり憧れるよね。あら、レンは、そういうお話が好きなの？うん。最近、司くんに借りた漫画で、そういうのを見たんだけど、すっごくかっこよかったんだ。そうだったんだね。じゃあ、主人公は、そういうかっこいい感じにして、あとはクラスみんなのやりたいことをなぜなぜってしたらいいんだよね。 SS、 それに実家の中華料理屋の宣伝、それなら舞台は遠い未来、戦うのはコックさんとかどうかしら。コックさん、襲ってくるのも妙味に行って。なんだかすごいことになってるけど、みんなの力を借りれれば明日までに概要くらいはまとめられそうかな。